こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずは EI メイクアップスクールのコンテスト、福島県の子どもたちに関する講演会、そしてくら寿司エビフェアです。特集です。今週はソーカルオンザムーブ、レーシングドライバーの佐藤拓磨さんをご紹介します。ローカルイベントのお知らせ、今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずはハリウッドからメイクアップの話題です。プロを目指す若者たちの活躍をご覧ください。5月3日ハリウッドにあるメイクアップ専門学校 EI エレガンスインターナショナルでメイクアップコンテストが行われました。今年で10回目となるこのコンテストでは、在学する学生35人と卒業生2人がボディペイントやスペシャルエフェクトなど4部門において規定の時間内でメイクの技を競い合いました。審査はハリウッドなどで活躍するプロのメイクアップアーティストたちによって行われ、全体の仕上がり、塗り方、個性、創造性などで評価されました。最後には各部門の優勝者が発表され、優勝者は学校代表として6月にパサデナで開催されるヘアとメイクの展示会で発表する権利を勝ち取りました。はい、続きましては東日本大震災後の福島の子どもたちについての講演会がロサンゼルスで開かれました。どうぞ。4月27日ガーデナ市内のホテルで福島県の小学校で校長をしていた宍戸仙介さんによる講演会が開かれました。3年前の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故以降、放射能の影響により家や友達から離れざるを得なかった福島の子どもたちが今どのような生活を送っているのかを宍戸さんは映像を交えて語りました。放射能汚染で外で遊べなくなった子どもたちは現在も放射線量を測るガラスバッジという線量計をつけ、暑い日を除いては長袖やマスク、帽子などで身を覆っています。外での自由時間は1日3時間、プールや課外活動が規制されている状況は子どもにも保護者にも大きな負担になっているといいます。外で自由に遊ぶことが教育でいかに重要であるか、宍戸さんは子どもたちには放射能を気にせずのびのびと育つ権利があると訴えました。千年に一度の大震災、そしてあってはならない原発事故、それを経験したからこそ言えること、そしてまた言わなければならないこと、伝えなければならないことがあるように思っています。それを世界中に発信することによって世界の人たちが、あ、日本で福島であの人たちが頑張ってくれたから今があるんだねって感謝されるようでありたいなと思っています。あんだけ教育に熱情を持って子どもたちのためにあれだけやってるというのも、感動ですし尊敬できますね。3歳の子どもがいるんですけど、宍戸先生 の教育者としてこの苦境に陥った子どもたちがこの状況から何を学んでいくべきことなのか、それに集中してお話ししてくださったんですね。で、被災地のことを聞きに来たのに、私は実は自分がこれから子どもをどうやって育てていったらいいのかっていうアドバイスをたくさんいただけたんですね。なので、いや、もう本当に感謝してます。会場には30人以上が来場し、講演に熱心に耳を傾けていました。はい、さあ次は人気の回転寿司クラをご紹介しましょう。クラはロサンゼルス近郊で7店舗を展開していて、月替わりのフェアを実施しています。最後にはお得な情報もあります。どうぞ。日本で300店以上を展開する回転寿司チェーンくら寿司、リトル東京店も2年前にオープンして以来高い人気を集めています。寿司の種類は70種類以上、
さらにこだわりの鮮度で一皿2ドルということもあり、この日もたくさんの人でにぎわっていました。 Yeah, it's really good. It's my first time here and I really like it. 非常にまた美味しいということでまた来ました、はい、もう満足できる値段になってますね、はい、その人気の秘密を探るためキッチンの裏側を見せてもらうと、1日に米60キロ分の寿司を握っていたのは人ではなく寿司ロボット。1時間に4000個のシャリを製造できるマシーンが店の回転を良くし人件費を抑えます。その分新鮮で品質の良いネタを仕入れることができるのだそうです。またくら寿司では1年ほど前から月替わりの限定メニューを提供するフェアを始めました。今月はエビフェア。一皿2貫で流しているものを3貫にしてみたりだとか、ちょっとお得感を出してみたり、普段では出せないようなちょっと高級なものをご提供してみたりっていうふうなことをやってますね。あ、エビが来ました。あ、尻尾もちゃんと入ってる。美味しそう。うん、クランチ、あとほのかにガーリックの香りもして、あ、食べたことのない味。エビフェアでは生エビ、ゆでエビ、天ぷらなどを使った7つの限定メニューが楽しめ、そのうち半分以上はアメリカ人の舌にも合うように見た目と味を工夫しています。ちょっとニンニクの味を入れてみたり、甘めにしてみたり、スパイシーなものが好きなお客様も多いんで、その辺を取り入れてます。その他にもアメリカでは希少価値の高い赤エビが入った三貫盛りもおすすめだということです。エビフェアはロサンゼルス近郊にある全7店舗で今月18日まで開催しています。はい、ここでお得なクーポン券のお知らせです。クラで5ドル割引になるクーポン券を UTB のホームページからダウンロードすることができます。紙にプリントアウトしてレストランへご持参ください。さあ、 CM の後はソーカルでアクティブライフを送る人をご紹介するソーカルオンザムーブです。今週の特集はソーカルでアクティブライフを送る人をご紹介するソーカルオンザムーブです。レポーターはスコットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週はどんな方をご紹介いただけるんでしょうか。今週はインディーカーレーシングドライバー佐藤拓磨選手です。去年トヨタグランプリで優勝したあの佐藤拓磨選手ですよね。そうです。わあ、楽しみです。早速ご覧いただきましょう。インディーカー、 It's one of the fastest motorsports in the world. With hairpin turns and speeds reaching over 250 miles per hour, the sport draws massive crowds. Hello, today I'm here withTakuma Sato, who is a champion IndyCar racer. Mr. Sato, thank you so much for joining us today. Pleasure. A native of Tokyo, Japan, Sato drives for team AJ Foyt Enterprises. Both he and his entire team must work in harmony to produce the fastest times. Last year, Sato took the checkered flag at the Toyota Grand Prix in Long Beach, making it his first ever IndyCar victory.How did that feel? Well, the feel is just unbelievable. When we crossed the start finish line with the checkered flag, I was screaming and I can hear the guys. I had personally a couple of opportunities to win the race, but like I said, race is always difficult. You know, there's lots of things, other things happen, and I never actually experienced to win the race in the major series. You know, as well as my first major win here, but also the first win for the Japanese driver to win in North American series.Sato grew up in the Shinjuku area of Tokyo, Japan. When he was 10 years old, a friend of the family got him tickets to one of the first Formula One Grand Prix ever held in Japan's Suzuka Racetrack. It was his first ever motor racing event. It got me, and I dreamed since when I was 10 years old boy, just my dream about F1, dream about motor racing. Unfortunately for Sato, Japan lacked both the support and grounds needed for people wishing to enter the sport.So in a sport where many drivers learn racing skills on go-kart circuits as early as 5 years old, Sato did not get his first opportunity until he was 19.
I saw the racing school existing in Japan. That was only second year. And luckily I got in there and got a grab the chance. And then here we are. In 1999, Sato made the move to the United Kingdom to study English and begin his racing career, starting with the British Formula 3. He found himself, however, in a field of racers much more experienced than himself. First of all, I wasn't as quick as the other guys who, you know, experienced in 10, 15 years, but I picked up the speed, tried to learn where I was maybe not a good at or weak point, and then try to learning from there. So I just dreamed, tried to beat, you know, myself or also as well as other guys, and eventually I got there. I became the fastest. After 3 years of racing Formula 3, Sato graduated up to Formula 1, which he raced for 7 years until 2008. Then, in 2010, he switched from Formula 1 to the US-based IndyCar circuit. Unlike Formula 1, where each team builds their own cars, IndyCars are built by one of only two automakers, which better highlights the driver's skill. With one Grand Prix win already under his belt, he is now beginning his fourth season with IndyCar. What do you feel your future is in the sport of IndyCar? You know, I want to have lots more wins. It's still a lot of work to be done, but I'm really excited to have an opportunity to go with it. If you'd like to learn more about Takuma Sato and the IndyCar series, please check the addresses on your screen. 去年の優勝は佐藤選手にとっても大きなステップだったんですね。実は今年のトヨタグランプリ、佐藤選手は大きなクラッシュに巻き込まれてしまったということなんですが、シーズンはまだまだ続きますし、佐藤選手もまだまだ勝ち続けたいとおっしゃってたんで、これからの活躍期待したいと思います。そしてスコットさん、実際に取材されていかがでしたか？そうですね、カーレーシングが好きなので、ピットクルーと車の近くに見て本当にエキサイティングだった。ファンにはたまらないでしょうね。スコットさん、ありがとうございました。以上、ソーカルオンザムーブでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。アジア太平洋諸島コミュニティの家庭内暴力や性犯罪の被害者を支援するセンターフォーザパシフィックアジアンファミリーによる通訳ボランティアの無料トレーニングが5月16日金曜日午前9時からガーデナバレーバプティストチャーチにて開催されます。詳細はご覧のところまで。東京家庭教育研究所主催の子どもに学ぶ家庭教育講演会が5月17日土曜日午前10時からボイルハイツの立正厚生会にて開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。ジャパニーズエグゼクティブウィメンズリーグによる5月の例会が5月22日木曜日午後6時30分からガーデナのレストランさぬきの里にて開催されます。5月15日までにお申し込みください。お問い合わせはご覧のところまで。占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。